回してる物件、地下室がある物件での紹介したいんですけれども、今工事も終盤にかあの差し掛かって、今どういう風になったかっていうのを軽く紹介したいです。まあ、こういう感じになってて、まあ、こちらは、まあ、そっち側がメインエントランスなんですけど、こっちがメインエントランスなんですが、まあ、あの今ちょっと入れないんです、もうこちら側から。まあ、車庫部分のアプローチとして、まあ、こちらから入ってくるというふうな感じになるんですね。でこの家のコンセプトとして、いわゆる車庫空間とこの玄関部分っていうのを、まあ、一体的にしようっていう話がありまして、で、まあ、こっち側から、まあ、ここあの、まあ、ガラス越しに、車が見えるっていう、まあ、そういうふうなプランになってますね。でまあ、その車線制限の話があって、まあ、階高っていうのをギリギリに設定してあるんで、まあ、ここっていうのはそんな天井高取れてないんですけど、まあ、あの一つずつ設定していって、まあ、あのなんとか2階建てが入るっていう、まあ、そういうふうな感じになってますね。でここのプランの、まあ、大きな特徴として、まあ、地下部分と、まあ、上に行くっていう、まあ、それぞれ動線計画っていうのを分けてるんですけど、あ、まあ、ここ今地下あの簡単に見てもらいたいんですが、まあ、この扉を開けると地下に入っていくっていう、まあ、そういうふうな空間構成になってるんですよね。で、まあ、あのこの光の量っていうのはまたあの一番最後このコントロールで調整できるんで、まあ、それは調整していくわけなんですが、あ、まあ、この地下へ入っていくっていう、まあ、こういうふうなドラマティック性がこの住宅にありますね。で、まあ、あのこの地下に入ると、まあ、あの周りの音が全然静かだっていう、まあ、さっき風吹いてたんですけど、やっぱこのそういう周りの音っていうものが全然ない、まあ、あのなんていうか地下ならではの、 あの守られた感じというか静かなあの落ち着いた空間とか、そういうのが実現できるようになってます。で今もうつかないのが辛いんですけど、まあ、この奥のところの壁のところに、光の照明っていうのを落として、そっち側の壁を見せることで、まあ、ドライエリア側と内部が夜ともつながるっていう、まあ、そういうふうな空間構成になってますね。で、まあ、この上の方から、まあ、光が差し込んでいくプランになってまして、で、まあ、ここから昼は光が入る。でその後ろの方のドライエリアの方からも光が入ってくるっていう、その2つの光がこの室内に、まあ、あの昼まではまあそういうふうな変化をもたらしながら、夜もこのドライエリアの方は光の壁となって、まあ空間の一部となるっていう、まあ、そういうふうな計画になってるんですよね。ここで、まあ、まあ、間接照明がその壁ずっとまあこういうふうにあるわけなんですけど、まあ、もう一つこの象徴的な大きなタイルを使って、まあ、ここを中心に添えたデザイン構成になっています。まあ、これはアドバンという会社のまあタイルなんですけど、まあそこに光を落として、でこれをその象徴的な壁として、まあ、あとはそのすっきり白と黒の構成で、まあ統一されたデザイン構成になっています、ね。まあ、これはそのお客様主導でそのまあ構成しているわけなんですけど、まあ相談しながらこの色合いというのを決めていってますね。まあこういうふうに、まあ、そのコンクリートの壁、まあ黒いタイル、まあ、白い壁、まあ、コンクリートの壁で、まあ、グレーのタイル、まあ、こういうふうな、まあ、いわゆる黒と白を基調としたモダンな空間構成としていますね。まあ、ちょっとあまり見えないんですけど、こちらの方が、まあ、あのトイレ空間となってまして、まあ、奥にトイレ空間があって、そこ気をつけてくるんで、はい、あとこここういうふうなガラス の、まあ、モダンな洗面空間っていう、まあ、この手洗い空間がいかにラグジュアリーかっていうのは、その生活 の質を決めるっていうところあると思いますんで、まあ、そういうふうなのが、まあ、かっこよくできてるっていう、そういうふうな感じなんですよね。まあ、あとここ今現状ではちょっとまだできてないんですけど、まあ、こういうふうなキッチン、まあ、この中にキッチンがあるんですけど、まあ、この上に釣り戸があって、その釣り戸のところに間接照明から光が入るっていう、で、まあ、そういうふうなデザインになってるんですよね。でこの奥の方とかちょっと見てほしいんですが、まあ、こういう、まあ、寝室的な空間なんですけど、まあ、そういうようなところも、まあ、これライティングしていくっていう、まあ、そういうような計画になってますね。まあ、ここちょっと使えないんですけど、まだ今現で、まあ、そういうようなところもライティングして、まあ、いわゆる海外の住宅ってそういうふうな、まあ、こういうクローゼット部分が、まあ、ラグジュアリーにその間接照明とかになってると思うんですけど、まあ、そういうふうなイメージで構成していくっていう、まあ、そういうふうなのになってるんですよね。やっぱなかなか日本の住宅でそういうふうに間接照明を利用した
あの空間構成っていうのをそこまでその使ってる例っていうのはないと思うんですけど、まあ、この住宅はそういうふうな住宅 で、まあ、そういうふうなことをすることで、まあ、ワンランク上の室内空間というのを実現していってますね。ちょっとその2階の、リビングどういうふうになるかっていうのをちょっと紹介したいんですけど、まあ、細かいところは今これから順次運転、まあ、手直しといったらあれですけど、まあ、してる必要っていうのはあるんですが、あとここの、住宅では、まあ、造作家具っていうのをたくさん作ってて、こういう一つ洗面台も、まあ、造作家具になってるんですよね。で、まあ、こういう、まあ、天然、まあ、石系の、まあ、天板とか使うことで、まあ、すごいかっこいい感じ の洗面台になってる。まあ、こういうふうなところをタイルにしたりとか、やっぱなかなか一般的な住宅風ではしないなっていうレベルまで、この住宅ではしてますね。あとこういうふうな手すりも、まあ、金物屋さんに作ってもらって、なんか間接照明で照らすっていう、そういうのをしてますね。この下に間接、まあ、照明というか、まあ、照明を入れ込むんですけど、まあそういうふうな、ここ配線出てますが、そういうふうなことになってますね。まあ、この住宅は、まあ、地下1階と、まあ、1、2階の、まあ、構成になってるんですが、まあ、2階部分というのが、まあ、このプライベート空間、この大きいプライベート空間になってて、まあ、さっき車線制限で、まあ、高さが低くなるって話はしたんですが、まあ、そういうのを管理されない空間構成になってるんですよね。まあ、こっちの奥の中央部分というのは、まあ、天井が低くなる、なってるんですけど、まあ、こっちに至ってはもう3メートル以上天井高があるんで、まあ、やっぱ大空間で、空間構成をしていてるっていう、まあ、そういうような感じになるんです。で、ここの住宅でいうと、まあ、いわゆるこっち側が北側車線になってて、でこっちが南側の高窓になってるんですけど、だこっち側から光を入れて、で、あとさらにこっち側ちょっと見えないんですけど、ドライエリアになってまして、このドライエリアがこういう風に壁で遮られてるんで、まあ、視線を遮りながら、まあ、プライバシー性の高い、まあ、住居空間っていう、まあ、そういうのを作れるようになってるんですよね。あと最近うちの、住宅ではまあ多いんですけど、まあ、この内窓をつけて、まあ、高温性と遮音性っていうものを兼ね備えた住宅っていうふうなものに、まあ、するケースっていうのも多くなってきてますね。でもこのアールシートっていうものが、まあ、耐震性に優れて安心して住めるっていう中で、まあ、壁はコンクリートでもう完全に完璧に近いので、そういうふうなものプラス、まあ、こういうふうな、いわゆる窓が弱点ってことになるんで、窓を強化することで、まあ、一つワンランク上の住宅になるって、そういうふうな感じなんですよね。で、まあ、キッチンもそのお客さんが選ばれた、クリナッチのキッチンなんですけど、まあ、そういうふうなものと、その YKK の、まあ、こういう、まあ、スタイリッシュな黒いガラスの扉ですね。で、そういうふうなものを組み合わせて、あと奥が、まあ、こういう造作家具っていうのを入れてまして、造作家具で、まあ、構成することで、まあ、ちょっと普通の、既製品のキッチンと造作家具を組み合わせることで、まあ、全く違う空間にするっていう、そういうふうな話なんですよね。で、後ろがその単純にキッチンの家具が見えているのではなく、まあ、この前にこういうふうな、まあ、スタイリッシュの扉を置くことで、まあ、すっきりするというか、まあ、そういうふうな設計になるんですね。まあ、こういうふうな感じになるんで、まあ、後ろ側はドアで連続してますよっていう、まあ、そういうふうな状態にしているってことなんですけど、あとは、まあ、こっち側が、まあ、さっき同じような洗面台のカウンターで、まあ、ちょっとスタイリッシュな感じの、造作の洗面カウンターというのを採用してますね。あと、まあ、ちょっと、いわゆるこういうふうなところが、まあ、車線制限の影響というのを受けているわけなんですが、またギリギリの高さ設定で構成していってるんですよね。もうあと1階を何センチ上げようとか、2階を何センチ低くしてとか、まあ、そういうふうな1センチ単位 の、まあ、打ち合わせっていうのが、まあ、この物件で行われているわけなんですよね。まあ、そのこういうふうに天井高が取れないところは、まあ、天井高がなくてもいい部屋というか、まあ、こちらは例えば物入れになっているわけなんですけど、まあ、物入れにして、まあ、そういうふうなランドリールームにしてっていう、まあ、そういうふうな感じですね。あと、まあ、トイレ空間はこういうふうに、まあ、ちょっとタイルを張ってっていう、まあ、そういうふうな感じにしてますね。あと、まあ、この住宅でいうと、まあ、屋上が出れるようになってまして、まあ、今だとまあ暗いんで全然見えないんですけど、ちょっとこういうふうな階段で上に行って、
まあ、屋上に行くっていう、まあ、そういうようなプラン構成になってますね。まあ、ちょっとリラックスしたい時とか、まあ、簡単に屋上に出れるようになってるっていう、そういうふうなプラン構成なんです。まあ、この家はですね、その全館空調というのになってまして、まあ、こう見てもらったら分かるんですけど、吹き出し口とかがあって、まあ、こういうふうなものとか、まあ、こういうところに、まあ、吹き出し口と空気のリターンとそれぞれあるわけなんですが、まあ、そういうふうなものを、まあ、各部屋に配置することで、まあ、建物中、まあ、均一な温度にするっていう、そういうふうなになってるんですよね。今歩いててもあんまり温度差がなくて、まあ、非常に快適な感じになってるなっていうところはあるんですけど、まあ、最終的には風量っていうのを調整して、まあ、ある程度同じ温度になるように、まあ、そういうの設定っていうのが必要ですね。まあ、こういうので吹き出し口とかあったりとかして、まあ、そういう吹き出し口とかで、まあ、あとリターンがあったりとか、まあ、それぞれまあ、どこから吹き出してどこから風を返すかっていうそういう計画自体は必要なんですけど、まあ、そういうのを一個ずつしてるっていう、まあ、そういうふうな感じですね。まあ、とはいえ多くの会社っていうのはそれを手がけれない。でもうちの会社でいうとこの株式アール製造っていうものに特化して、まあ地下室ありのその地下室とコンクリート層で作り、1、2回合わせてコンクリートで作ることで、まあ、非常にその構造的に合理的な、あとはその耐震的にも有効な地下室付きの住宅っていうのが作れるわけなんですよね。あとさっきの車線制限とかそういうふうなものに対応できる方法っていうのは多くなく、まあ、そのもうほとんどやっぱ難しいかなっていう中で株式 R 製造っていうのはそういうふうなことも実現できると。でこの住宅っていうのは、まあ、地下室プラスこの車線制限の話において、まあ、他の工法では実現できなかった建物なんですよね。それをその非常に株式 R 製造っていう、まあ、優れた工法によって、まあ、都内に実現させたっていう、まあ、今回はそういうふうな例になります。伝票まあ、ここで言うと地下室付き、地下室プラスその車線制限っていう、まあ、そういう風なものを実現した、住宅になってるんですよね。まあ、今回は以上になります。また皆さん引き続き動画の視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。世界にただ一つ特別な中空間をあなたに。テンピオはコンクリート建築ならではの存在感のあるデザインと災害に強い鉄筋コンクリート住宅で安心感のある暮らしを提供。コンクリート建築の保温性を最大化した仕様で温度を快適にコントロールします。あなただけの至高の住空間を演出。テンピオ。